皆さんこんにちは、デスマーチから始まる異世界競争曲ルル役の早瀬まりかです。はい、私の演じるルルちゃんなんですけれども、本当にザ・黒髪清楚系美少女という感じの見た目でですね、可愛らしい感じなんですけれども、性格の方がとにかく自分に自信がなくて引っ込み思案で内気な性格でございまして、でも妹なりさが大好き、かつちょっと天然なところもあったりという感じの女の子でございます。でですね、やっぱりこう内気な性格になってしまったのもちょっと理由があるんですけれども、そこも含めまして私のルルちゃんの印象というのが、やっぱりこうけなげでいじらしくて、サトゥーさんに対するねこの態度というか気持ちが本当に頑張れってこう応援してあげたくなるような女の子なので、私はそういうなんていうんですかね、こうなでなでしてあげたくなるような女の子が大好きなので、今回このルルという役を演じさせていただくことになって本当に本当に嬉しく思っております。でデスマッチの原作の方も読ませていただいたんですけれども、とにかくサトゥーさんが強い無敵な感じでですね、もう本当に読んでいて気持ちがいいぐらい無双してくれるので、なんて言うんですかね、なんか本当にその壮大な世界観の中でサトゥーさんご一行がこう冒険していく、ね、様を読んでいくのは本当に楽しいですし、やっぱりねその中でスキルだとか細かい設定がこう妄想をかきたてられるような細かい設定がたくさんもう詰まっていて、もうそういうところもねなんかドキドキさせてくれるような、すごい素敵な世界観だなと思いながら原作の方読ませていただいてるんですけれども、キャラクターの方もルルちゃんだけじゃなくてね、たくさんこう魅力ある女の子がいっぱい出てきて、キュンとするような心ときめくシーンも出てきたりするので、ルルちゃんもですね他の子に負けないようなね、なんていうんですかね、可愛らしさだったりこう魅力をテレビをアニメを通して、見てくださる皆さんに余すことなくお伝えできるように、またこうルルちゃんの皆さんの持ってるイメージを崩さないように、こう生き生きとルルちゃんを演じられればなと思いますので、ぜひぜひデスマーチから始まる異世界競争曲応援の方よろしくお願いいたします。はい、ということで、ルル役の早瀬まりかでした。